よし、シムのパンドラのツアー、チケット申し込まないとな。ファイナル 2days だよ。新旧スタジオコースト、やーって。デッドポップ、うわー、いいの、絶対来てよ、これ。あれ？ん？え？ん？やーはー、ノンフィルマです。シムのパンドラ買いましたよ。最初の茶番は無視してください。あの、自分の心の嘆きです。パンドラですね、皆さんも買いましたか？オリコンデイリーチャートかな、タワレコか、タワレコのデイリーで2位でしたね。初登場その日はね、1位が嵐だったんでふざけんなと思いましたけど、まあまあ嵐ならまあまあわかんなくないですけど、まあちょっと悔しいですよね。パンドラ発売しましたね。まだ買ってない方、下にもリンクあるんですけど、ぜひ買いましょうね。絶対これ買った方がいい。もうね、マーがボーラインの時にも言ってたんですけども、その本当にマーが込めた思い、シムが込めた思いとか、その CD なんてなくなるかもしれないと、まあ、でも CD の良さっていうのがあるじゃないですか。僕もそれは確かに分かりますし、できることは CD 全部買いたいぐらいですけど、金がね持たないですけども、まあ本当に欲しいのは CD 買いますよ。ジャケットとか今回のやつは相当こだわってますし、中のこの歌詞カードなんか絶対買ってほしい。歌詞も見てほしいし、こうやってね。で、中のね、見せらんないけど、なんか、こだわりとかすごいあるんですよ。こういうね、そのペラペラのなんかね、そのデザインとかもあるから、ぜひね、やっぱこの思いっていうのが込められてる CD なんで、絶対に CD を買いましょうね。最初はパンドラですね。この中に含まれてるミュージックビデオで公開されてるの下にリンク貼ってるんで、まだ見てない方は見てください。そしたら、CD もぜひ買ってください。まず1曲目、パンドラ。これはもうね、ハードコア、メタル要素の強い曲になってますよね。まあ、次、フーズネクスト。これはもうね、僕はもうリード曲です、このパンドラの。これについての歌詞については、この CD が発売される前に、僕がフーズネクストの歌詞とか映像を見たりして、自分の知識とか調べたり、いろんなことをして、解釈動画を作ってるので、これに貼っとくので、もしよかったら暇な人見てみてください。結構歌詞を見直しても結構合ってるところがあったりとか、おーって思った方がいらっしゃったらすごく嬉しいです。で、僕、基本的にこの全部っていうか、好きな曲だけ紹介しますね。3曲目の Pieces of Troops。これもね、歌詞が好きです。一人一人解釈があるんですけども、個人的に好きなのもありますし、あとはね、まあ、国に対する思いっていうか、まあのその思いとかがかなり込められている強い曲ですので、まあ、全体的にパンドラっていう曲は、その、もしも解釈動画見てくれたかわかると思うんですけども、その、今の僕たち、いろんな若者とか、日本人に対する思いとか考えとか意見とかをかなり強く訴えたり、してるアルバムですし、その、この中でも Pieces of Troops っていうの歌詞がかなり強く込められています。僕個人的に一番好きな歌詞かもしれないですね。歌詞だけ見ると。曲もね、まあ、シムらしいって言えばシムらしいんですかね。今回のアルバムってかなりダブが入ってますよ。ダブステップ。皆さん思ったかもしれない。ダブステップの要素がかなり入ってますし、今までの、その、なんていうかな、レゲエ要素とか、いわゆるレゲエパンクってくくられてましたり、あとはメタルとかスクリーモハードコア要素っていうのはなんか押されて、なんかもっと分かりやすくなってますよね。何でもかんでもシャウトとかデスポーとかスクリーモとかじゃなくて、そのここここここっていうのでポイントを押さえてるので、かなり楽曲の出来とかが僕言えたもんじゃないですけど、そんななんかすごく完成度が高くて、なんかそのシム史上で伝説に残るアルバムに仕上がってると思います。で、4曲目のブレイン。これはもうね、まあ、その、フーズネクストでもあったように洗脳された人々についてのブレインとかも意味も組まれられてるかなとか思うんですけども、これはかなりブレインは曲的に言うとダブとかハードコア要素、メタル要素がかなり入ってる、パンダの中でも少ないんですけども、そういう曲になってますので、そういう曲が好きって方はいいですね。まあ、ブラブラブラ置いといて、ボーリンピーポーファッキンググレイズ。これね、これね、中盤から後半あたりかな、中盤から後半あたりのドゥ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 っていうギターのリフがあるんですよ。そこが好きっす。そこが好き。はい、次はね、We Are All Alone。これも歌詞っていうか、まあ、曲もすごいっす。なんかね、トータルで好きなんですよね。その、
僕シム好きですし、マーのみんなもすごく可愛らしいんですよ。いかちい感じなんですけど、みんなお茶目っていうか。でね、マーってすごく勘違いされるっていつも言ってるんですよ。僕がすごい主張をするし、マーがでダメなものはダメって言ったりとか、まあ、ネットでなんか言うと炎上したりとかっていう風に嘆いたりしてるんですけども、いや、こういう常識ねえよとか普通に言うんですけど、はっきりと。で、マーって昔生徒会長やってらしくて、僕も昔生徒会長やってて、まあ、そういうとこからすごく人に嫌われたりとか、あの、ね、勘違いされたりとか結構あるんですよ。そのなんか僕っていう言いたいこととか人間性とかが伝わりにくくて、こういう風だっていう風になんか勘違いされてるんですけど、実際会って話したりと全然違うとか思われたり、結構そういう風に人によって印象が違ったりするんですけども、まあ、そういう風に自分の僕が今まで人生経験していろんなことがあったんですけども、そういう葛藤とか悔しみ悲しみとかいろいろあった中でのその気持ちがすごくマーとあったっていうか、すごく近い部分があって、すごくさらに好きになっちゃうなっていう曲です。次は11曲目のマーチオブザロボットですね。これはもうね、もう完全にね、ロボットですね。ロボット。ロボットって何でもイエスとかノーとか言われた行動しかしないじゃないですか。それを人間に例えて、はい、はい、はい、全部はいです。何なんだよ、てめえの意見はっていうのを、まあ、フーズ X とか他のパンダラのアルバムと同して意見を言ってるやつなんですけども、自分の意見を持とうってことですね、要は。まあそういうなしようになってますし、この曲のね、その、面白いところっていうかね、もう完全にもうわかりますね。もうライブで盛り上がります。完全にこのロボッツをさ、もう途中のロボッツ、ロボッツのとこで、もう2ステスカタンやりまくりですよね、そこ。もうみんなこれもう盛り上がること間違いないでしょ。みんなやるでしょ、これ。絶対ね、楽しそうですね、これライブで聞いたらね。12曲目のドリーミングドリームスですね。これはもう、一言で言うと左回りです。完全に最初から左回りをやる曲ですね。左回りやりましょうね、ライブで。最後、13曲目、アップサイドダウン。これは、シムのこれまでのバンドとしての経歴とか歴史を語った曲ですね。まあ、歌詞にも書いてある通りに、まあ、挫折とか栄光っていうか、そういうのを味わったりとかっていうのを感じてる音楽やバンド、音楽業界、レコード会社に対する思いが書かれた曲ですね。すごくメッセージが強いアルバムなんですけども、その中でもかなり一番多分、その思い入れが強いっていうか、まあ、あのバンドに対する思い、シムのバンドに対する思いとか、クソファッキンレコード会社みたいな感じで音楽業界に対する苦言を呈しているような曲です。そのシムに対する思いとか、まあ、ファンに対する思いっていうのはそれいろいろあると思うんですけども、最初のねベースがあるんですけども、冒頭のそこが僕、まあ、もちろんベースドラムの重点を大好きなんですけど、中でもこのアルバムの中で一番好きな最初のベースでしたね。一番最初聞いてください。最後はね、まあ、どうしてパンドラを話しますと、やっぱりそのシムのいろんなファンや音楽に対する思い、全てに対してメッセージ性が強い曲、そして歌詞な演奏になってます。絶対に CD 買って歌詞カードを見ながら、アルバムを見ながら、ジャケを見ながら、ミュージックビデオを見ながら、全部通してパンドラとしてシムをとして見てください、聞いてください。絶対これ CD 買うべきです。じゃあ今日はシムのパンダラを紹介しましたが、ぜひ皆さん買ってない方は絶対買いましょうね。あとミュージックビデオとか下に貼ってきますし、僕のもしよかったら動画解釈の動画もあるので、そんないろんな見ていろんな意見とか持ったり自分の考えとか持ったりしてみてください。でよかったらコメントにこれが良かったのか、歌詞でこれがすごい響いたとかあったらぜひコメントしてね。じゃあパンダラみんな買いましょうね。じゃあバイバイ。